夏場に多く発生する水の事故に備えようと、宇佐市の薬館川で今日、警察と消防が合同で水難救助訓練を行いました。泳いでいた人が溺れて行方不明になったという想定で、およそ40人が参加しました。ゴムボートで流された可能性がある場所を捜索し、ダイバーが水の中に入って溺れた人に見立てた人形を引き上げていました。県内では去年19件の水難事故が起きていて、15人が死亡もしくは行方不明となっているということです。